そのメインイベント WMEで世界タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。まずは挑戦者富田のケンタロウです。山本ケンタロウが優勝です。続きまして、アッコは初出場、チミヤキユー、ポーティーユーのデラックスの優勝です。試合に先立ちまして、タイトルマッチ宣言。本日行われる WM 認定世界タッグ選手権試合は、挑戦者チーム、梅太郎、ケンタ・デラックスとチャンピオンチーム、上通常、ジミー・ヤンキー組の間で行われることをここに認定する。平成29年、5月14日、WM、コミッショナー、津田浩一代表。続きまして、チャンピオンチームより、ベルトの変換を行います。本日のメインイベント WIV で世界タッグ選手権試合60分一本勝負、青コーナー挑戦者202番の梅太郎、202番のケタデラックス、青コーナーチャンピオン190番のアミス、チミーヤンキー、瀬戸東、アスマトさあ、違いますね。やりましょうか。はい。
ケンタ・デラックス選手のオリンピック、アーレバル中心に、そうですね、ありますか。もうベテランと言っていい位置に入ってきてるんですかね。そうですね、ケンタ・デラックス選手、元ダブルエルの各選手、そうですね、はい、ハルタ・ボーマン選手と懐かしいですね、組まれて、はい、戦って、チャンピオンになった、はい、というところで、その後、いろいろありまして、現在、ボディ・デラックスを持っている。結構、はい、連動して応援しますね。もう何回くらい応援してるんですか、ね、10回くらいですか。もうそんなしてないですね。そうしてないですか、ね、2、3回くらいですか、ね、はい、その前はカラスの城のアタノメンがあの仕事ですね、はい、はい、そう、現在ジミー・ヤッキー選手のWIM本当本当にいい、まあ、売り場ですよね。さあ、ここでまたノベタロ選手も WIM の所属として、はい、はい、こっち、ロックアップ健太デラックス選手、100キロぐらいありますからね、はい、300キロぐらいあるんじゃないですか。300キロどういう意味ですか、ね、まあ、見た目の問題です、はい、さあ、本日、はい、一番静かに立ち上げます。そうですね、ちょっとふざけられないなっていう状況ですね。頭を裏切って、頭が出てこないんです。そうですね、ほんと、バックを取る限界ですね。これは体重差もありますからね、我々だけでもかなりのダメージですね。おそらく竹井選手が軽いんですかね。そうですね、竹井選手は80キロぐらいですからね。なるほど、はい、¡Gracias!
晴らしいですね。タッグチームとしては、はい、素晴らしい。本日組んだチームとは違うんだっていうところを分からせているような、そんな感じがします。まあ、フォーティングデラックスには、他にも選手がいるということで、そうですね。日大の OB の選手とは。日大の OB の選手ですからね。これ、エルボーと落としていく。レカド選手が捕まる展開となりました。あー、もう真っ赤ですよ。真っ赤ですね、胸すごい疲れた。意識が強いですよね、これ。はい、2位を入れて、2人でしょ。
の2人ダメージの方が真っ青ですよ。ダメなー大きくした。いいですね。さあ、こちらで喧嘩デラックスユースのパワーが爆発しております。あ、結婚しません。なんで前に、どうしました、何ですかこれ。我々クソ真面目にやってたんですけどね、今。どうしたんですか。いや、ブラック中継車の神が、え、はい、あ、行こう。山本健太郎、山本、そういうことですか。え、ちょっと待って。さあ、今日ゲストは上地寿次郎選手。あ、どういうことでしょうか。さあ、喋ってもらおう。ご案内いたしましょう。おや、発車時刻に間に合わないんじゃないでしょうか。どういうことでしょうか。よろしくお願いします。中国旗が本当に
素晴らしい、嬉しいぞ、素晴らしい。
スープレックス、はい、さあ、これ、クリスタスのトライバースープレックスにいくのか、決まっちゃうんでしょうか。23秒、アーティスト二郎選手の勝利です。おWe'll be right back.
8月20日は DDT の強豪大会と同じ日です。僕のこと言っちゃダメですよ。昨年と被りました。本日はですね、お忙しい中、お忙しい中、ありがとうございました。次回は8月20日、ここアルビーです。どうか、お時間も同じ昼ぐらいですか。